皆さんこんばんは。今回はこれが本当の柱最強ランキングについてです。前回出した柱の最強ランキング動画では、覚醒前という縛りをつけてランキングを考えてみました。アザや特殊スキル等を考慮しないランキングです。そのため煉獄さんを見事3位に輝かせることに成功。しかし今回は覚醒後、つまりフルパワーの状態の柱の皆さんにランキング付けをしていきたいと思います。アザ、透き通る世界、格闘、特殊スキル、毒などなど何でもありの頂上決戦対鬼のランキングとなります。それではまず9位から。9位、恋柱、神田地蜜璃。9位はこの人、神田地蜜璃。のっけからなんでやねんとツッコミがありそうです。いや、しかしここには理由があります。蜜璃は常人の8倍の筋肉を持ち、柔軟性と関節の可動域の広さもある。蜜璃の剣技は銃と剛を備えた独自の剣技と銘打たれています。特殊なのは髪色と体質だけではなく、刀もまた特殊な変異刀です。蜜璃の刀はスパスパ切れる名刀でありながら、それが新体操のリボンのようにもしなるのです。この刀は神田地蜜璃の柔軟性と音感があってこそ扱えるものです。この刀を使った恋の呼吸は、近接から広範囲をカバーする技まで豊富なバラエティの型が揃っています。この広範囲というのは、姫島行明の日輪刀以外ではなかなか実現が不可能なもの。蜜璃の技のスピードは宇髄天元よりも上と言われています。そしてアザ、透き通る世界、格闘のうち蜜璃はアザのみ発言しています。今回僕が蜜璃を9位にしたのは、鬼を倒すという観点から見たためです。その点で言うと、蜜璃はとにかく戦術がないことが弱点です。上弦の死、反転具との戦いの際もドジを踏んで死にかけたり、アザを出すもご両子スタイルは変わらず、最後は体力勝負で負けそうになったり、泣き目にも手のひらで転がされ無残を一気に叩く作戦も、蜜璃が勝手に飛び出してしまっておじゃになったり、なんともまあ、そんなところが蜜璃の可愛さであり魅力です。蜜璃は常人の8倍の筋肉を持ちますが、柱の腕相撲ランキングでは6位。柱の中ではそこまで強くない筋力と言えます。腕相撲イコール筋力ではありませんが、ここは参考値にはなるでしょう。アザを持たない者がいるじゃないか、どうしてその柱より蜜璃が下なの、そんな声も聞こえてきます。でもいくら蜜璃がアザでパワーアップしたとしても、戦術が何もなければ上限クラスは誰も倒せないでしょう。そのためこの順位としました。8位、音柱、宇髄天元。8位は宇髄天元。技の派手さならナンバーワンかもしれない。天元はやはりステータスが全体的に他の柱よりも劣ります。恵まれた体格と筋力、忍びとしての冷静さや爆薬で威力を増幅させた音の呼吸、どれも歴代の柱よりは断然強い天元です。今の他の柱が強すぎるだけです。技のスピードは蜜璃よりも劣りますが、柱の中では一番足が速い。忍びとしての特性もあり、音を立てずに忍び寄ることも可能。そして聴覚と指揮官能力を統合して計算される戦術計算式、宇髄天元の譜面が完成すると、敵の攻防の癖が把握できるため戦いを有利に進めることができます。9位の蜜璃はアザが出ていたのに、天元はアザが出ていない。ここに身体能力の差はありますが、宇髄天元の戦術を組み立てる能力、そして譜面という逆転技があるので、天元を8位としました。ちなみに宇髄天元の腕相撲ランキングは2位、蜜璃は6位、俊足ランキングで天元は1位、蜜璃は9位です。7位、虫柱、胡蝶忍。胡蝶忍、もう少し上に上げたかった。でもここが限界かもしれない。鬼の首が切れない胡蝶忍がなぜ7位、そう思われた方もいらっしゃるでしょう。今回は覚醒後のランキングです。忍はアザが出ておらず、透き通る世界、格闘も発言していません。あるのは毒、そして虫の呼吸。忍の速さは最大値で姉のカナエ以上、ドーマが戦ったどの柱よりも速い。ここが結構難しい問題なんです。今回下位に設定した蜜璃は、上弦の死の増白点相手に苦戦というか敗北に近い結果、宇髄天元は
上限の6に1人では勝てませんでした。そして忍が戦ったのは上限の2。上限の3から上は明らかな戦力差があるように思えます。さらにドーマはナタグモ山で忍の毒の情報を得ていたので、忍はその分ハンディキャップを背負っていました。では忍が上限の視野6に勝てたかどうか、ここを基準に考えてみましょう。答えはノーです。まず牛太郎とダキはそもそも首を切らなければ倒せない。ハンテングは透き通る世界が見えなければ本当のハンテングを見つけることができない。こうなってくると本当に難しい問題です。まずドーマが強すぎるということ、そしてドーマがナタグモ山の毒の情報を知らなかったら忍はもう少し戦えていたのではないかということ。いやでも粉氷を吸った時点で負けは確定していたのですが、ミツリや天元がドーマと戦っていたならほぼ何もできずに終わっていたでしょう。粉氷を吸って近づくこともできなかったと思います。忍はドーマを最終的には追い詰めた。そしてあの鬼舞事務山から炭治郎を取り戻すのにも一役買った。忍の体を張った毒攻撃はドーマに対して特に有効なもの。女を食わない赤座のような鬼には通用しません。なのでこれも強さの決め手にはなりません。しかしドーマを追い詰めたということで他より一歩抜きん出ていると判断しました。炭治郎を人間に戻した藤の花から作った薬、実はこれこそ忍の覚醒なのかもしれない。忍の場合は身体能力的な覚醒ではなく強力な毒もしくは人間に戻す薬を作れたということが覚醒。この薬を打ち込めさえすればもしかしたらドーマだって倒せていたかもしれない。いやむしろほとんどの鬼を倒せていたかもしれない。もう少し珠代と出会うのが早ければ。6位水柱富岡義勇。6位は富岡義勇。ここもすごく迷いました。なんといってもやはり煉獄杏寿郎という影のライバルがいるから。義勇は技を発言し、サネミと一緒に格闘を発言。一見すると義勇有利のようにも思えます。しかしよく考えてみた結果、僕は杏寿郎が上だと判断しました。理由は両者の赤座との戦いにあります。赤座は杏寿郎との戦いで思考の領域に近い練り上げられた陶器だと言いました。対して義勇には練り上げられた剣技と言っています。そして戦いの流れとしては、杏寿郎は戦いながら徐々に力負けをしていき、奥義煉獄と滅式のぶつかり合いで競り負けてしまいます。しかし最後は赤座の首を落とすまであと一歩のところまで行きました。対して義勇は戦いながら技を発言。最初は前線していたようにも見えますが、赤座が本気を出したことで刀を折られ、最後は終式青銀弾残光によってボロボロの状態になります。まず一つ、赤座は杏寿郎に興味津々で鬼になれと言い続けましたが、義勇には水の呼吸を全て出させた後もういいと飽きた様子を見せていました。そして義勇に関しては陶器の部分に触れていません。なので赤座感覚で言うなら義勇より杏寿郎の方が魅力的ということになります。強いものが好きで弱いものは嫌いという赤座ですから、この点も十分参考になるでしょう。しかし義勇には凪がある。いやしかし杏寿郎には奥義煉獄がある。凪は絶対防御というわけではなく、義勇がひたすら刀で攻撃を受け流すというもの。凪は赤座の青銀弾残光を全て防ぐことはできませんでした。なのでいくら凪があるとはいえ、強者との戦いでは長期戦で負けてしまうのです。さらに言うならば、水の呼吸は万能で生き残ってきた呼吸ですが、奥義煉獄のような攻撃力のある方はありません。ここも決定的な違いです。義勇も赤座の腕や首にかすり傷は入れていますが、それもすぐに対応されています。しかし奥義煉獄は映画で赤座の体に人間であれば致命傷となる人たちを入れています。この義勇と杏寿郎の攻撃力の差はあざだけで埋められるとは思えません。よって今回のランキングでは義勇より杏寿郎の方が鬼に対しては強いと判断しました。義勇が格闘を一人で発言できるのであればもっと上位にいたでしょう。5位縁柱煉獄杏寿郎。やはりここは煉獄杏寿郎。無限列車編では乗客を全員守り抜き、とっさの判断力、戦術指揮官としての能力もずば抜けています。そしてコミュニケーション能力も高い。
京次郎の柱の中での打ち解け度は柱トップの 95% です。その分他の者との意思疎通が取りやすく、戦いを有利に進められるでしょう。義勇の項目でほぼ語ってしまいましたが、なんといっても炎の呼吸が強い。奥義煉獄は全呼吸の中でもトップクラスの破壊力を持ちます。残念なのはやはり、あざと格闘を発言できなかったこと。京次郎があざと格闘を発言していたら、柱中最強。いや、トップ2までは上り詰めていたはず。京次郎なら、一人で格闘を発言していてもおかしくはなかった。理由は赤座との戦いの中にあります。これは京次郎が死の直前、万力の握力を発揮しているシーンです。ここでもしあざが発言していたら、この万力の握力で格闘も発言していたはず。格闘は、あざなしでは発言が難しいと言われます。あざによる体温上昇が必要だからです。なのでここでは、格闘発言には至らなかった。格闘を発言していたら、また違った結果になっていたかもしれない。本当に惜しい。今回義勇と京次郎の二人を考察してみて、思ったことがあります。それは、二人がタッグを組めば最強だったということ。守りの水と攻撃の炎といった印象が、僕の中で思い浮かびました。薙で攻撃を防ぎながら、炎の呼吸で攻めていく。そして奥義煉獄でとどめを刺す。ゲームに期待。4位、霞柱、時藤無一郎。ここは時藤無一郎かなと思います。理由はやはり、あざ、透き通る世界、格闘の三種の神器を手に入れているから。死の間際とはいえ、覚醒したことには変わりありません。特殊スキルがなければ、おそらく京次郎よりもまだ弱かったと思います。二十歳ぐらいで無一郎は成熟するはずでしたから、14歳というのはあまりにも若い。若さゆえに、まだまだ成長段階でした。しかし、刀を握ってたった2ヶ月で柱になり、14歳で他の柱と並ぶほどの実力をつけるとは、潜在能力ならナンバーワンです。合理的で何事にも動じない無一郎は、情に流されることがありません。そこも強さの秘密。そして霞の呼吸には、無一郎独自の奥義、おぼろもあります。無一郎は、黒死亡には一瞬でやられてしまいましたが、最終的に黒死亡に致命的なダメージを与えた一人でもあります。無一郎が生きていて、二十歳になったら最強になれたのか。この点については少し微妙なところです。無一郎は正確には頼一の子孫ではなく、次国道勝の子孫だからです。次国道勝は月の呼吸を使いますので、無一郎は月の呼吸の末裔。そのため霞の呼吸の中にも、月に関する名前のものがいくつかあります。なので無一郎が成熟したとしても、歴代最強とはいかなかったでしょう。しかしあと6年もあれば、柱の中でトップになれていたかもしれません。3位、風柱、品津川実美。いよいよトップ3。3位は品津川実美。実美は技を発言、そして格闘に関しては、姫島行明や義勇とのタッグで発言。一人で格闘発言には至っていません。実美は全体的にステータスが高く、身体能力だけなら柱中トップクラスです。実美には親父譲りのタフさもあります。そして風の呼吸は攻撃力が強く、攻撃範囲も広い。柱の俊足ランキングでは、天元に次いで2位。実は足も速い。攻撃、防御、速度、すべてが上位クラスの実美。戦術に関しては、感性メインで戦うタイプのように思えますので、そこまで高くはないと思います。そして、実美にはマレチという特殊スキルがあります。マレチは、あの上限の1である黒死亡剤も、酩酊状態にすることができました。しかし、その後の戦いでは、マレチの効果もほとんどなくなってしまい、実美は、マレチもほとんど効かしない。強い鬼にこそ効くはずなのに、とぼやいていました。これは、黒死亡だから対応できたのかもしれません。ドーマや赤座だったらどうだったのか。無罪に対しては効いているシーンはなかったように思います。そして今回、改めて気づいた点があります。実美が格闘を一人で発言できなかったのは、指を切り落とされて握力が全開ではなかったからなのでは、ということです。指を切り落とされずに最終決戦まで行けていれば、もしかしたら死の直前、万力の握力を発揮し、格闘を発言していたかもしれない。そうなれば2位になるはずだった。マレチの効果の不明さと、
この格闘を一人で発言できなかったという点で、今回はサネミを3位に持ってきました。2位、蛇柱、イグラオバナイ。2位はこの人。ということは、自動的に1位はあの人。オバナイは、最終決戦でアザ、透き通る世界、格闘を発言。それぞれ一瞬ではありますが、そこは無一郎と同じ。その他の部分で、オバナイ有利な点があります。それはやはり、蛇の呼吸と蛇のカブラ丸の存在。蛇の呼吸の秘密は、オバナイの肩、肘、手首の関節の柔らかさにあります。この部分についての柔らかさは、カンドジミツリよりも上なのです。その柔軟性を生かした剣技で、変幻自在な刀の軌道を生み出し、相手に攻撃を読ませない。それこそが、蛇の呼吸の極意。しかしながら、オバナイには決定的な弱点があります。それは、虚弱な体質。あくまでも柱の中でということにはなりますが、腕相撲では8位、足の速さでは7位と、身体能力では下位となります。そして、実は右目が弱視だということ。なので、オバナイは、特殊スキルの有無でランキングが大きく揺れるキャラクターなのです。そして、その虚弱な体質をカバーしているのが蛇のカブラ丸です。蛇は非常に皮膚感覚が鋭く、空気のわずかな振動や空気中の匂いを感知することができます。これはいわば猪之助の空間色覚を常時発動しているのと同じ状態。その感覚で、最終決戦では無惨の攻撃を見切っている場面がありました。このカブラ丸、実はオバナイが瀕死になる攻撃を食らっているにもかかわらず、最後は生き残り、カナーと行動を共にするようになりました。実は最強はカブラ丸なのかもしれない。オバナイにタフさはありません。なので、攻撃を見切ることが生き残る最大の術。鬼最強の無惨の攻撃を見切れていたことは、このランキング付けをするに値する。そう思います。あと、格闘を発言した際の握力の変化にも、目を見張るものがあります。腕相撲ランキングで8位のオバナイは、明らかに筋力は柱の中で弱い。しかし万力の握力を発揮し、サネミや義勇すらできなかった、一人での格闘発言をしてのけたのです。この握力の増幅度と体温の上昇度。ここも強さの要素に加えました。サネミとオバナイで2位を迷いましたが、覚醒後ということを考えると、やはり格闘を一人で発言した、オバナイ有利なのかなと思います。あとは、ミツリへの愛も最強でしょう。1位、岩柱、姫島行明。ここは語るまでもありません。どう考えても不動の1位。いろいろ考えました。ここを出し抜く術を。しかし、最強の筋力、足の速さも実は3位。あざも透き通る世界も、格闘も一人で発言。特殊な日輪刀は、太陽光を極限まで浴びている最強の武器。これだけでもう誰も太刀打ちできない。さらには、目が見えていない状態でこれです。目が見えていないからこそ、見えるものがあるのかもしれません。現に鎖の音で空間を把握しているそうですし、上限の3より上は厳しそうですが、4より下は全部倒せそうです。上限の6である牛太郎とダキは、武器が2つあるため倒すことが可能。というより、一気に鉄球で吹っ飛ばせそう。上限の5も鉄球で一発。上限の死も本体ごと鉄球で吹っ飛ばす。姫島行明と出会ったら逃げろ。ほとんどの鬼はそう判断してしまいそうです。国志望には一人で勝てませんでしたが、どうも赤座あたりも鉄球等ので勝てるかもしれない。可能性はあります。他の漫画であれば、岩と聞くと遅いイメージがあります。しかし鬼滅の刃では、早い上に全部強い。人気では最弱ですが、強さは最強。このバランスも見ててすごく面白いです。姫島行明は遅咲きですから、極死亡との戦い、最終決戦で花開きます。その時僕は涙を流してしまいそうです。やっとここまで来たかと。まとめ的なもの。今回のランキングはいかがでしたでしょうか？公式がランキングを出していない以上、ここの楽しみ方は人それぞれです。欲しいのはやはり、煉獄杏寿郎と時任無一郎。この二人が真の力に目覚めていたら、姫島行明にも並んでいたかもしれない。いろいろ考えて楽しかったです。ということで、今回の記事は以上です。それではまた。